素敵な食材がたくさんあるって聞いたけど、本当にすごいね。うん、私は料理人。各地を巡って珍しい食材を探している料理人なんだ。名前はシャンリン。リーウェイ港から来たの。あなたたちは？オイラはパイモンだ。パイモン？なんだよ、なんでオイラをじっと見てるんだ。変わった生き物だね。ねえ、これ食べられる？おい、オイラは食べられないぞ。仲良しだね。実は私にもそういう友達がいてね、クーパーっていうの。変わった名前だな。可愛いでしょ。そうだ、よかったら狩りを手伝ってくれない？ここって獲物がたくさんいるし、どれも最高の食材なんだけど、さすがに私一人じゃ手が回らなくてね。面倒だな。そんなこと言わないで、後で美味しいものを食べさせてあげるから。え、美味しいもの？約束だぞ。旅人はこういうの得意だからな。気にしない気にしない。あなたの友達はもう約束してくれたよ。どんな方法でも構わないから、獣肉を持ってきてほしいの。じゃあよろしくね。焼いて、これはキノコと一緒に炒めて、後の残りはスライムの液体と合わせてみようかな。だんだんとオイラの好みが分かってきたな。あ、ごめんごめん、ついレシピのことに夢中になっちゃった。これは約束してた料理だよ、食べてみて。で、オイラたちのこと試食係だと思ってないか？おお、これすっげーうまいぞ。どうやって作るんだ？もちろん教えてあげるよ。でもまだレシピにまとめてないから。こうしよう、私が今から作るから、あなたたちはそれを見て覚えるの。一回見たらきっと覚えられるはずだよ。こんな複雑そうな料理、一度見たくらいじゃ覚えられないって。ん？それなら問題ないよ。鉄板は平らな岩で代用して、油はさっき取ったイノシシの油を使えば大丈夫。石でかまどを作ったら、木の枝や葉っぱで火を起こすの。砂糖はスイートフラワー、塩はこの前洞窟で岩塩をたくさん取ってきたから数日分ある。レシピを思いついたらすぐに試したくなるんだけど、毎回調理器具を持ってるわけじゃないからね。ちょっと待ってて、今すぐ準備するから。君たち、そこで何し…ここはイノシシの生息地だが、狩猟禁止区域だよ。イノシシたちが驚いたらどうするんだ。僕たち狩人は目先の利益だけを追い求めはしない。あ、そうだよね。最適な環境だけが最高の肉を生み出す。驚いてこの場所からいなくなっちゃったら、ダメダメ、そんなの美食界の、いや全人類の損失だよ。ごめんね、まさかいけないことだとは思わなかったから。とにかくデュラフさんのところに謝りに行った方がいい。彼は僕たち狩人のリーダーでね、ルールに厳しいからすごく怒ってるはずだ。うん、謝りに行くべきだと思う。悪いことをしたのは私たちなんだから。ありがとう。この件が落ち着いたらまた料理を振る舞ってあげるからね。ああ、安心しろ。お前が忘れても
オイラが覚えておくからな。じゃあ出発しよう。お、一緒に遊ぼうよ。意見はない、どうでもいいよ。はっ、お、お前がシャンリンだな。ごめんなさい、デラフさん。私が全部悪いの。お前がしたことは全部聞いた。ここに来たからには。俺たちの食用肉を広めてくれないか。え？突然ですまない。詳しく説明する。清泉町の肉は高品質で有名だが、その名がモンドだけにとどまるのはもったいないと思っているんだ。そんな時、ちょうどシャンリンシェフがモンドに来たと耳にしてな。呼んでこいとエレンに言っておいたんだ。シェフ？聞いたことないか。リーウェ港で庶民向けの料理を出すことで有名な万民堂、そこのシェフがシャンリンなんだ。食材に対して独特の解釈を持っていて、その料理はリーゆえの人々に愛されている。褒めすぎだよ。私はただ安くて美味しい料理を作りたいだけだから。シャンリンのような一流シェフが一流の肉を使って一流の料理を作れば、この清泉町の肉も広く知れ渡るだろう。でもそのお願いは叶えられそうにないかも。私、美味しい料理を作ることだけ考えてきたから、食材が限定されてたり宣伝したりするのは苦手で。ここの肉はお前の使いたい食材なんだろう。何の問題もないと思うが。ううん、違う、全然違うよ。例えば料理にスライムの液体を入れたいって私が言ったら、それはもう少し普通の食材ではダメなのか。食材に普通も何もないよ。調理法さえ合っていれば、どんな食材でも美味しい料理になるんだから。食材によってインスピレーションが制限されるのは私の心情に欠けるのだって。はあ、決心が固いようだな。この話は諦めよう。別に断らなくてもよかったんじゃないか。オイラたちは謝りに来たんだろ。確かに謝りに来たけど、それと料理は別だから。ん、これいい匂い。あの、この料理食べてみてもいいかな。ごめんなさい、予約でいっぱいでね。今からだと食べれるのは7日後になるけど、大丈夫かしら。大人気だな。きっとそうだな。なんでドラフはシャンリンに依頼したんだ。多分リーウェ港のような商業の中心地と比べて、モンドの味は万人受けじゃないとでも思ってるんでしょうね。でも私はそうは思わない。私の肉料理は誰にも負けないわ。ねえ、特別に食べさせてよ。何かアドバイスできるかもしれない。みんな美味しいしか言わないのよ。だからあんただって。待って、まさかあんたがシャンリン。うん、そうだよ。そう、あんたがね。じゃあ、あんたも肉料理が得意なわけだ。実は、
今日一番のお肉をまだ取ってあるの。あんたならどう調理する？肉の質と脂肪量で変わってくるけど、このお肉なら岩焼きにして、海塩、絶雲の唐辛子、精神の花を合わせるかな。精神の花だって？でも熱い油と一緒にしたら香りが数倍にも膨れ上がって、肉本来の香りが台無しになるわよ。うん、知ってるよ。でもこの精神の花は香料ではなく付け合わせにするの。試したことがあるんだ。火加減をうまく調節すれば、精神の花の花びらは苦味が取れてすっきりとした味わいになるの。そこに標高の高い山で採れた絶雲の唐辛子を合わせると、低い湿度と高い温度が相まって独特の風味が生まれる。海塩のしょっぱさ、唐辛子の辛さ、肉のジューシーな香りが全て花びらに集まって、噛むたびに植物の爽やかさを感じられるんだ。ごちゃ混ぜになって味がまとまらなくなりそうだけど、焼肉の主役はお肉よ。肉の香りを損なったら本末転倒だわ。うわ、喧嘩は良くない。ダメだって。そうなら料理のことは料理で解決するしかないよね。料理対決を申し込むよ。受けて立つわ。私が勝てばドゥラフさんの見る目がなかったことも証明できる。じゃあこうしよう。もし私が勝ったら、その勝った料理を清泉町の宣伝に使っていい。ええ、なら私が勝ったら私の料理を万民堂のメニューに入れてもらうわよ。清泉町のお肉専門シェフ、ブロックの一品って言葉も入れてもらうわ。問題ない、約束するよ。じゃあ食材を探してくる。おい待てよ。追いかけるしかないな。Thank you.
決めていたら驚きが生まれないでしょ。だからどんな食材を探すかは決めないの。驚きのためにね。適当すぎないか。安心して、万民堂の看板料理はどれもこんな感じでできたんだから。とりあえずこの辺を散策してみよう。
シックスタート。我が命を聞きたまえ。元気出してよ。走るより飛ぶ方が早いよ。あつあつでしょ。ここだよ。我が命を聞きたまえ。元気出してよ。ふっと、いや。ゴバ、火を吹け。ふっとりゃ。救急に寄り来る。沸騰したよ、沸騰。
何かが足りない気がする。うん、ピキーンって感じが足りないね。そう言われたら確かにピキーンが足りないな。ねえ、ヘン、ブロックさんは保守的だけどその実力は本物。きっととっておきの食材で勝負を仕掛けてくるはずだよ。勝ち、例えば怪獣の肉の和え物とか、精神の花の炒め物とか、キノコとスライム炒めとか。キノコとスライム炒め少し変わってるのは認めるけど味は最高なんだから。今度時間があったら作ってあげるね。うえー、おいしいのに。あ、そういえば前に行きそびれた場所があるんだ。何かいいものが隠されてるって私の直感が言ってるの。
い。体が冷え切ってる。急いで温めないと。火を起こそう。あと温かいスープも必要だと思う。私はここで彼を見ておくから、あなたは美味しいスープを用意してもらえないかな。ここに来る途中にヒルチャールの集落があったでしょ。そこに行けばスープを作れるはずだから。うん、用意ができたら早く戻ってきてね。走るより飛ぶ方が早いよ。一緒に遊ぼうよ。ありがとう。このスープもとても美味しかった。イノシシを追っていたらどうも遠くまで来すぎてしまったみたいでね。しかも獲物にはそこの地下遺跡に逃げられる始末だ。仕方ないから追いかけて遺跡に入ったら巨大な給湯時を見つけたんだよ。すごく寒くてね、逃げようと思ったら体の力が抜けてこのざまだ。巨大な給湯獣？どれくらい大きかったの？以前その噂を聞いたことはあったが、あんなの初めて見たよ。危なそうだな。遺跡には近づかないようにしようぜ。美味しい食材の予感がする。これだよ。足りない食材はこれだ。絶対美味しいに決まってる。落ち着けって。そんなすごそうな植物、本当に食べられるのか？試してみないとわからないでしょ。さあ、早く出発しよう。また一人で行っちゃった。俺のことは気にするな。それより彼女を止めてくれ。危険だ。沸騰したよ。沸騰。しましょう。はい。熱々でしょ。ふう。はい。みんなを守るからね。おい、そんな急いで走るなよ。遺跡の中は危ないぞ。食材の鮮度は待ってくれないから。
そんな急いで走るなよ。遺跡の中は危ないぞ。食材の鮮度は待ってくれないから。強いな。あちこちで食材を集められたのは勢いだけじゃなかったんだな。熱々でしょ。かけっこしましょう。ビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないと。ゴバ、火を。
珍しい食材マックスね。うわ、食材が攻撃してきた。まず相手をおとなしくさせよう。沸騰した焼きよ。よっ、給湯中、給湯中、おいしい給湯中、給湯中。あなたたちが歌うとなんか変。あっちにまだ何かあるみたいだよ。きっとさっきの狩人が追いかけてたイノシシだな。この模様見たことないな。どこかで見たことあるような。どこだったかな。あ、リーウェ風物詩だよこの模様。間違いない。これ300年以上前に絶滅したイノシシだ。そんな昔のイノシシなのか。なんで生きてるんだ。ありえるな。このイノシシの肉ってすごく美味しいから乱獲されて絶滅したんだって。給湯時と絶滅したイノシシ、今日はお宝を2つもゲットしちゃった。清泉町に戻ろう。沸騰したよ。沸騰。
よいしょ。よいしょ。狩りが終わったからってあんなに飲んじゃって。意見はない。ここって清泉町なんだよな。そうだと何度も言ってるじゃないか。お前の探してる人物は誰一人として知らないがな。そんなわけない。そいつらは俺のご近所さんと友人で、清泉町の住人なんだ。変だな。一体どういうことだ？なんかわかったのか？人間ってそんなに長く生きられるのか？そんなことありえるの？そっか、食材の鮮度を保つのと同じ原理だね。けどにわかには信じがたい。でもそれ以外に説明できそうにないよな。お前さん、名前は？オラフだ。その名前家系図で見たことがあるぞ。何世代前だったかは忘れたが、俺の親族だ。つまりひおじいさんってことだ。こんなことってあるんだな。かなり時間が経っちゃってるけど、一家団らんできてよかったね。そうだ、オラフさんも私たちの料理対決を見に来ない？あ、その件は俺もブロックから聞いてるよ。会場はもう用意してある。ついてきてくれ。
私たちは食材の準備ができたけど、そっちは？もちろん準備できたわ。あと、ジークフレアには私の助手をしてもらうから。では、早速対決を開始する。ブロックとは長い付き合いだが、公正なジャッジをする。うん、よろしく。旅人、パイモン、私たちも準備に入ろう。オイラたちも参加するのか？もちろん。ブロックには助手がいるし、私にも助手がいないとね。いざとなったらよろしく。いつの間にか助手にされてる。ま、おいしいもののためだ。お、まずはステーキの飾り付けを用意したいんだけど、それに適した食材がないんだ。あ、そうだ、大根を使おう。お花の形に整えれば見栄えも良くなるし、一石二鳥だね。大根を探してきてくれる？この辺りにもあるはずだよ。あと、すぐに使うから綺麗に洗っておいてね。水辺で大根を綺麗にしよう。の場所からこんな近くに出るなんて、邪魔に入られたら厄介だよな。倒しておこうぜ。沸騰したよ。一緒に遊ぼうよ。とっ、お、我が命を聞きたまえ。なんとか火力を抑えられたね。ありがとう。そうだ、メインディッシュだけだと印象が薄いから、少し変化を入れたいんだ。そうだな、鶏肉と野生キノコの串焼きを作ってくれない？外はカリッと、中はびしょびしょに。一番美味しいやつを作るってことだ。これで完成にしたら、せっかくの食材がもったいないよ。どうしよう、何か風味をプラスできるものがあったらいいんだけど。風味？うん、できればこの辺にあって、でもあまり料理に使われない生き物がいいな。空を飛ぶやつ、地面を這うやつ、昆虫でもいいの。本当にそんな変なものを入れるのか？大丈夫、私の直感を信じて。わかったよ。お疲れ。何か、本当に入れるのか？絶対失敗するって。大丈夫、いいものを見つけてきてくれてありがとう。これで料理に専念できるよ。他にも手伝ってほしいことができたら、またお願いするね。シャンリンのメインディッシュがそろそろ完成しそうだから、見に行こうぜ。付け合わせが必要なの。え？大丈夫？じゃあ、
あなたにお任せするね。必要な食材も渡すね。これオイラたちに食べさせてくれた料理のレシピか。うん、少し改良をして余ったリーウェの食材を加えてみたの。こんな難しい料理本当に作れるのか。料理は技術よりも愛情が大事だってお父さんが言ってた。あなたたちがここまで手伝ってくれたのもきっと料理が大好きだからだよね。そんなあなたたちならきっと美味しいものを作れるってし、うん、自信あるみたいだね。さあ準備して。食べられるなんてな。二人の料理の腕は大したものだ。どちらも甲乙つけがたいが、勝負には決着が必要だ。勝者はシャンリン。彼女の料理やったー、勝ったよ、よかったー、はあ、私のイノシシのボスが縄張り争いで負傷した後に癒えた部位の新鮮な柔らかお肉なら負けないと思ったのに、やっぱり絶滅したイノシシの肉にはかなわないわね。なあ、絶滅したイノシシを使ったのか。うん、全部料理したよ。ってことは一口で数十万モーラが消えたのか。売り物にしていればこの村の数年分の収入にもなったというのに。美味しければいいの、モラは関係ないんだから。そうだ、もう対決も終わったし、みんなも食べてみて。たくさん作ったからね。私もブロックさんの料理を食べてみたいからさ。この味乾杯ね。負けはしたけど、こんなに美味しいものを食べられたなら満足。おかわり。こっちも美味しいよ。このくっきりとした味わい、あのお肉と完璧な付け合わせがなかったらこの勝負どうなってたかわからないね。オイラにも食べさせて。俺もいただこう。この味は清泉町の、いや昔の清泉町の味だ。あの時代のあの味はもうこれで食べ納めか。ああ、泣かないで。この味が気に入ったのならまた作れるから。本当か。でも昔のイノシシは絶滅したのだろう。うん、でもこの味は絶滅してないよ。他の食材をうまく使えば再現できるはず。お客さんを笑顔にするのが料理人の使命だからね。ありがとう。めでたしめでたしだな。みんなもう行っちゃったし、オイラたちもシャンリンとお別れするか。ありがとう。あなたの協力がなかったらどうなってたか。シャンリンのおかげで美味しいものをたくさん食べれたからな。ふぅ、苦しい。わからない。リーウェ校に戻ろうとも思ったけど、途中で変わるかもしれない。行き先が決まってるのは好きじゃないからね。またいつかどこかで再会できるかもね。あっさりしてるんだな。あなた料理の才能があると思うよ。あの水浴福袋はすごく良かった。時間があったらぜひ万民堂にも寄ってみて。ついでに新しいレシピも教えてあげる。
私の考えが分かったの？じゃあ機会があったら